なんか最近ああいうパクユナとか他のシンガーソングライターの人を路上とかでやってる、自分のオリジナル曲を作って歌ってる人たちを見てると、何だろう、人から提供したものを歌ってる人がなんかすごい軽いっていうか薄く見えて仕方がないですね。なんか昔はもともとは役割がやっぱあって、歌い手は歌、それで作詞作曲はそれぞれの人が、あったものを歌い手は歌を歌うっていうのが、それがもうオーソドックスだったんですけど、やっぱ今そういうのを見てると、なんで自分のやっぱそういう世界観とかを曲にして歌ってる人を見てると、なんか人が書いたものを歌ってる人ってなんか本当になんかちょっと軽薄っていうか、そこまで歌に思いがこもってないんじゃないかと思って、すごい、今まではそんなに思わなかったけど、最近ちょっと軽く下に見ちゃうとこありますよね。でもまあ、本来そういう形であって、そのみんながね、歌うだけの才能がすごいある人もおれば、そういう曲を作る才能がある人もいるわけで、両方とも兼ね備えてる人はやっぱそれはいいんですけど、めちゃくちゃ歌が上手くても、そういう、なんていうんですか、ソングライターとしての能力がない人もいますから、そこはやっぱし、そういう専門家に書いてもらうっていうのもいいと思うんですけど、やっぱなんかちょっと、自分の作った曲じゃないのを重い感情を込めて歌うってる感じが、なんかちょっと嘘くさい感じがしてしまいます。でもまあ、そのいただいた曲を、なんだろう、その世界観を噛み締めて自分のものにして歌、大事に歌っていけばそれはそれでいいんだと思うんですけど、なんかちょっと物足りなさを感じてしまう今日この頃です。